にちは、モンデレスフォーです、今から今は過ぎです。3人のシンメトリーのコレオグラフィーを、くっつけてカッティングハーフ1、2、3で行っていきます。まずリードを取って終わった後に、解説をしていきますので、もしよかったら見てください。よろしくお願いします。
踏んで出す、シャッセル後ろ向く、キック、半分ずつ行っていきます。まず、モザイクインストラクターの1番の右側のコレオグラフが終わったら、足が左に変わってます。ので、足が変わったところで、2番の五十嵐インストラクターの左のコレオグラフィーを作ります。足します。左のコレオグラフィーってことは、次右に変わりますので、最後に僕の3番の右側のコレオグラフィーを足していきます。はい、そして左足に変わったところでもう一度この野崎インストラクターの左足の、コレオグラフィーですね、左ビードのコレオグラフィーをその後に出します。で、あとは余ってるですね、次2番の五十嵐の右、そして最後に3番の余っている僕の左のコレオグラフィーを足して、16、16、8、8、24、24足して96カウントですね。まあ、俗に言われる、まあ、3ブロックですね。3ブロックのコレオグラフィーが完成になります。何か質問ありますか？時間
って先が出てる出てる質問等ありましたら、こちらまでプリーズサブスクライブ。はい、何か補足はありますか。そんな感じですね、カッティングハーフ、うん、最近あのお客様からよくね、カッティングハーフをもう一度説明してほしいとかよくわからなかったっていうことで、お問い合わせを受けたので今回動画にさせていただきました。もしね、またこれからね差し込みとかいろいろな手法があるんですけれども知りたいなというものがありましたらどんどん動画に上げていきたいと思いますので、まあ、メールなどでいただければと思いますのでぜひ今後もフィットネス4チャンネルをよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。お疲れでした。